じの国に。100円ショップダイソー500円商品。保冷剤ポケット付きのミニ扇風機 USB 式。これを買ってきました。一部ネットでは、100均のクーラー、ダイソーのクーラーなんて呼ばれていて、結構冷え冷え体験できるそうです。要は今までの扇風機の後ろに、保冷剤ポケットが付いてるんで、冷たい風が出てくるということ。本当かな？今回試してみたいと思います。パッケージ外観はこんな感じ。重要なのは、保冷剤は付いてません。ってことで、100円ショップダイソーで販売されている、保冷剤買って、もう冷凍庫で冷やしてます。はい、それでは開けていきますね。中身は、あ、もうめっちゃシンプル。本体だけで以上です。あ、思ったよりも結構大きいんすね。で、ここからケーブルが伸びていて、USB で電源を取るということ。ケーブルの長さは、これぐらい。あ、結構長いっすね。今回はこれ、モバイルバッテリーにつないで、電源ボタンは、あ、これですね。電源オン。あ、結構涼しい。風量は3段階。ちょっとモーターの音は鳴るんで、はい、そのモーター音。3段階収録しておきます。これが無音状態。これが弱。これが中。これが強。はい、どうでしょうか。結構音は大きいかもしれませんよね。でも強だと結構風は強めで、はい、こんな感じ。風量は結構ありますよ。はい、それではこの状態でこのスプレー缶どれだけ冷えるのか試します。今のところ 22.6 風の強さを強にして3分間当ててみます。3分経過しました。測ってみると 21.8。 はい、このままこの保冷剤をこのポケットに入れてまた3分計測してみます。はい、3分経過しました。測ってみると、21.0。ちょっと微妙な感じはしますけど、でも確実に下がってますよね。はい、で実際のところ、この保冷剤あるなし、ちょっと試してみたところ、やっぱりある方がちょっと涼しいんですよね。いや、これ、モバイルバッテリーを使えば、持ち運びのできる、まあ、クーラーと呼ぶにはちょっと、大げさな気はしますけど、いや、これ十分、500円の価値あるかもしれません。ただ問題はこれ、保冷剤。まずこれを凍らせないといけないこと。で、ある程度時間が経つと、交換していかないといけないこと。このあたりご自身の環境に合うかどうか、そのあたり考える必要はありますけど、いや、これ、ちょっと面白いアイデア商品じゃないでしょうか。ダイソーさん店頭で発売中です。気になる方はチェックしてみてください。ではまた次回。